山本宗は、日本の政治家、教育者、世論町長,長、世論町生出身。1966年3月、鶴文科大学を卒業した後、世論町立世論小学校に赴任。以後、大島郡内の小学校教諭を歴任する。1989年4月、鹿児島県立図書館天見文館指導主事に着任する。1992年4月、 徳之島調律加滅小学校教頭に着任する。1995年4月、笠利調律節田小学校校長に着任。以後、地名調律下ヒ川小学校校長、世論調律世論小学校校長を歴任する。2008年1月、世論調長世論町明るい選挙推進委員長に就任する。2015年9月、新人で、 世論町長選挙に出馬し、同じく新人の高井勝彦を破り、初当選。2019年9月、人気満了に伴う世論町長選挙に出馬し、無投票で再選を果たす。2020年7月22日、世論特集会病院の看護師一人が、新型コロナウイルスに感染したことが確認され、超唯一の総合病院で院内感染が発生した。これを受けて、 町は、同日夜に、対策本部会議を開き、23日から、町内の公共施設を休館し、25日以降、認定子ども園を休園とすることを決めた。会議後、山は、町内放送で不要不急の外出を自粛し、換気を徹底するよう町民に呼びかけた。ありがとうございます。